はどうもみなさんこんにちは、あずちゃんです。うんたんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。因为之前那个 case 1非常受欢迎的关系，我们今天就要来拍 case 2。耶！ディズニーは case 1よりちょっと難易度はちょっと高いと思うんですが。え、あれでも難易度高かったよ。40点だよ、40点。確かに。今回も100点目指しますね、ウンタンは。当てましょう。はい、30歳。青山一丁目在住。オーガニック化粧品のウェブサイトを運営中。最近の関心事は資産運用。なんか将来を見据えてる感じがあるね。先日大学の先輩に誘われて顔を出したスタートアップ系の経営者が集まるパーティーで出会った彼女。うん、靴はバレンティーノの今季新作で、カバンはバレンシアガ。おお。プーちゃんしてんの？してる。名前だけね。腕にはカルティエのラブブレイスが光っている。金持ちやな。居酒屋に行くなんて言われたら即撤退。&既得スール。あら。新店やトレンドの店が好き。いや、2番でしょ。だって新店が大好きなんでしょその子は。そうだね。で話題のとこ行ってやっぱ下見した方がさ、うん、安心って感じ。そう、うんうんうん、いいと思います。 OK、 答え発表するよ。うん、答えは1番です。え、ミーハーな港区女子の心をくすぶるのは間違いなく1。うん、仮に退屈なデートでも店が良ければ楽しくなる法則あり。うん、店選びのセンスは相手の印象に連結する。うん、話題のお店を知っていることや予約の取れない店などに連れていてくれる男性はそれだけで付加価値あり。2は初めてのドキドキが減るし、3は他にも連れてきてるのかと勘ぐってしまう。うん、でもなんか下見しといた方がさ、うん、安心しない。私もそう思ったんだけど、あまりここの意味は私もあまり分からない。1じゃないかな。うん、2はなんか、え、お前も遅れてんのかよみたいな、その時間に来てないのか、なんかあんまり私のデートを重視してないのかなって思う。うん、でも自分も遅刻してるのに。いや、自分はしょうがないじゃん。自分に甘いね。そうで、3番、先飲んだからちょっと良くなくない。答えは1です。よし、ここも意地の定番のセリフが正解。まあね、こちらに火があるのにもかかわらず怒らずに気遣いまでしてくれる男性には心の広さを感じ、素直に遅れて申し訳ないという気持ちになる。うん、とにかく優しい人が最後は持ってる。まあそうだね、うん、間違いない、ね、2位の少し遅れそうは自分だけではなく相手も時間にルーズな人だと安心し、言った通りだ。次回以降もオンタイムに現れなくなる危険性が。炭酸苦手なね、ルーちゃんみたいな子もいるしね。そう考えると普通の3番かな。ガスなし。うん、あ、3はありました。お、あった。 3は当てました。もう20点だ。うん、3大きいな。はい、蜜や指もその人のセンスが問われるところ。おガスありの蜜は苦手な子もいるし。ああ、いるいる。食事中に飲むとお腹がいっぱいになる子もいるので、うん、なのはガスなし。おちなみに女性は無駄に水にこだわりがあり、普段からミネラルウォーターを飲んでる率が非常に高い。そのためタップウォーターを選ばれたら残念。そこはケチ立つにこだわって。ケチってことはこれはお金かかるんだ。タップウォーターが無料でガスなしってのはお金かかるってこと。多分そうだと思う。そうなんだ。私も答えが出た。1番。1番。俺はね、私こっちでは2番が好き。2番。うん、でもなんか仕事大変なんだねって、なんか嫌だな俺は。私は逆に引き使われてる感じがする。なんかプライベートの時間なのに、うん、仕事を俺は思い出したくないから。完全にプライベートと仕事を分けてるから俺は。うん、で3番は、うん、やっぱりなんか一緒に携帯いじってるカップルってなんか
良くないかなと思って、うん、1です。っしゃ、あ、私は間違えたな。いや、もう30点だすごいね、今日は。今回いけるぞ、うん、器の小さい男より心の広い方がモテるのは明白だが、まあね、港区女子の携帯は仕事以外にプライベートの連絡もひっきりなしにやってくるそうなんだ。なので目くじらを立てず大らかな対応を求む。ちなみにデート中でも携帯の画面を上にし、テーブルやカウンターの上にずっと置きっぱなしの女性は携帯依存率が高く、まめに連絡してくれる男性を好む傾向あり。おー、そこも教えてくれたね。難しいな。なんか知識を出した方がいいんじゃないかな。1番、1番いく、うん、なんか頑張ってる姿がかっこいいんじゃないかな。2です。うわ、よほどワインに詳しくない限り守りに入って2位が正解。お、 ちなみに港区女子は無駄にワイン通が多い。選ぶ際にどんなワインが好きとさりげなく聞いてみて。シャルドネなどの品種名だったら OK だが、うん、細かい銘柄や年代を言ってきた女性はかなりワインに親しんでいると見て OK。 また会員制のワインバーをしている女性も要注意。要注意なんだ。要注意難しいね。なんだろう、普通に会釈でいいんじゃない。2番。1です。え、間違った。あ、もう何も考えない方がいいのか、うん、これはズッパリ1。お、女の第六感は妙に働くため、下手にそわそわすると逆に怪しさがバレます。そういうことね、うん、ただし席だけはデート相手からその子が見えない場所を。あ、女は同性同士のチェックが厳しいので視界に入ると気になって仕方ない。また彼女に聞かれる前に、あの子僕の友達が仲のいい子なんだよねと、自分はあんまり関わりないと主張すべし。先に言っとくってことね、うん、まあちょっと関わりあるけど仲良くないよみたいな、うんうん、考えるね。いちいち考えるデートってね、うん、大変だね。2番でしょ。なんかそのムード的にさ、うん、お互いいい感じのムードっていいじゃん。なんか3番の酔ってるはなんか良くないよね。なんか冷静すぎて大丈夫って感じまあちょっと自分の気持ちもね伝えた方がいいかなと思って2番、うん、正解は2番です。とりあえず40点40点取ったね。はい、せっかく女性が歩み寄っているのだから2が正解。ああ、しかし女性がボディタッチをするのは好意の際の時もあるが、無意識の時もある。ほうほう、実は本当に気になる人だと軽く見られたくない以上、無駄に緊張するのでベタベタとは触れないのが女の本音あざといたでしょ初デートで激しめのボディタッチをされたのが喜びせず、自分は全く眼中に入ってないと悟るべし。なんかほんとみんな考えてるね。探り合いだ、探り合い、うん、いやー1かな。やっぱ2番はちょっとがっつきすぎてるかな、うん、家に初デートで呼ぶっていうのはなかなかね、うん、ちょっと女の子も嫌かもしれないし、うん、3番はなんか終電もないぐらいでしょう、うん、そっから返すってのはなんかなと思って。答えは3です。名残惜しい気持ちはわかるが、うん、初デートはさーりとせめて2軒目で解散するべし。ほう、ただし別れ際にきちんと月も会いたいと伝えることが重要、ね、予約しとくわけね、うん、初デートで男性側からの自分に対する好意を感じられないと女性は脈なしかなと思い、うん、さっさと月に行く。そうだよね、女はそういうところは見切りが早く、うん、結局自分を大事にしてくれそうな人が好きなのだ。はい、一番納得できないけどね、これ。え、だってもし10日だとまた5時間くらい待たないと電車来ないでしょ。うん、まあまあそうか。私ならすごい辛いと思う2番かな。2番。うーん、私は1番。お、素直に買いたい。うん、え、だって前の質問はそんな感じじゃん。え、でもさ、それわざわざ聞く？
素直に帰りたかっただけって聞くかなと。答えは2番です。おし、なんで本心ではもう少し一緒にいたくても、うん、初デートで遅くまでいると軽く見られそうな懸念があるため、うん、賢明な女性は帰るもの、うん、本当に好きな相手なら違いに楽しみを取っておきたいと思うし、無理に引き止めようとするかどうかで相手の心思度はいい、もしくは何が目的だを見計らっている。へー。3は港区女子なら帰るふりしてもう一見端っこしていることもこのテスト一体港区女子は何と思ってんの、ね、港区女子のめちゃパーティーガール印象が面白い、ね一花さんだなあ。一番だ、一番、一番、うん、やっぱなんか気遣ってる感じがいいんじゃない。うん、確かにそれもいいんだよ。でも3番はもう絶対やってほしいなって感じ。まあまあまあ、1番やって3番もやるよ俺は。心配3番です。あ、めんどくせえなデート後すぐにお礼の LINE が来たとしても、またご一緒させてくださいなどの違いにつながるような言葉が入っていない短い文面の場合は、その日限りで終わらせたいサイン。全然知らないわ、ね、私もそう思うしかし翌日に楽しかったですというようなテーマの連絡が来たら、それは日をまたいで会話をつけたいという意味があるため、実はデート当日の連絡よりも幕あり。そうなの。うん、私もサンバが好きだから。あ、そうなんだ、うん、勉強になったわでは今日の文壇の点数は50点です。あー、惜しいね。前より10点レベルアップした ね1問ちょっと多く正解できた ね, ね。でもケース2はちょっと前よりほんと心探ってるね感じ。ねー、ちょっとね難しかったな、うん、質問の内容もよく分かんなかったのあったよ、うん、皆さんは何点取りましたか。いや、皆さん意外と前のコメント見ましたけど取れてますね。うん、ね、みんなほとんど100点とか90点、70点、80点の方が多い、ね、いや俺がちょっと子供すぎるのかなってちょっと内容悲しくなったよ。内容皆さんも今日のテスト何点取ったのかぜひコメントで教えてください。お願いします。はい、以上今日の動画でした。如果你喜欢这支影片的话呢，都欢迎帮我们按一个赞，然后呢也可以留言告诉我们说想要看什么其他的影片，然后我都会去把它找出来拍给大家看，然后也可以订阅我们的频道，开启铃铛接收最新的通知，然后呢也可以订阅文当的 Instagram 等等，文当的 Instagram 会更新他的穿搭什么的，大家可以 follow 一下，虽然只有日文啊，没有中文，那我们就下次影片再见咯，拜拜拜拜拜拜 See you next time. 拜拜。じゃん、じゃん、じゃん、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。